これクーラーの音聞こえてるんかな。消した方がいいんかな。ごきげんよう、山口あゆきです。はい、ということで今日はもうね、春も過ぎ去りまして夏に突入ということなので、この夏ぴったりの曲を歌いたいと思います。村祭りです。この曲は明治45年に小学校向けの音楽教科書に載った曲なんですけど、1番2番3番あって、実はその3番が戦後歌詞が書き換えられてしまっているんですけど、今回は歌詞が書き換えられる前のその歌詞で、元々の歌詞ですねで歌いたいなと思います。すごいね、元気な曲なので知ってる方もいると思います。よくね、神社の奉納演奏でこう歌いに行かせていただくときに、この村祭りはよく歌うんですけど、今回はね、今年お祭りがこう盛大に開催されるっていうことがね、なかなかできなかったりすると思うので、少しでもお祭り気分になってもらえたら嬉しいなと思ってこの曲を選びました。少しでも心が晴れたらいいなっていう、その思いで歌いたいと思います。では行ってみよう、村祭り。事件が起こりました。歌詞を間違えて歌ってました。うわ、最悪、取り直しやん。え、あ、今度は間違えへんで。次は間違えへんように歌うで。それでは聴いてください、村祭り。ぜひまた見てください。山口あゆきでした。バイバーイ。